ういカスみたいな始まり方。はい、はじめ恵翔です。なんだ、ああかいな、かいんだよ、もう頭が、あー、明快明快ね。角煮の調理第二工程、これが終わったら角煮が食べれます。いやー、こんな簡単でいいのかな。あ、美味しくできたら次も作ろう。美味しくできそうだけどね。美味しいもんが作れそうだ。角煮味の素、これで俺角煮作れたらもう最強になっちゃうな。角煮大好きだから。大根とはお母さんに切ってもらえればいいしね、まあ、別に肉も自分で切ったんだけどさ。大根はなんかむずそう。俺大根切ったことないんだよ、まだ俺は大根をあんまり切ったことがない。でもなんか卵も入れてねって書いてあったけど卵入れないの。俺卵黄色いの嫌なんだよ。あんなにやったら絶対黄色くなるじゃん中が。俺絶対それは嫌なの。だから角煮は角煮用でゆで卵作んなきゃいけないね。角煮の初回で取った出汁を冷ましてその味でゆで卵を作るっていうのをやらなきゃダメだと思う。俺は絶対やりたくないんだよね。俺半熟じゃないと卵食えねえからまずいんだよ。黄身が固くなると卵って。俺好きじゃないの、あの味が。半熟が好きなんだけどね。まあ、なんで嫌いになったかって、俺はあのおでんの卵を、あのオロナミンCと卵を一緒に食べたんですよ。そしたらその卵の黄身のまずさが際立って、そっから俺卵の黄身食えなくなってね。なんで食えないんだろうね。意識するとさ、卵の黄身って美味しくないじゃん。でも半熟はうめえんだよな。半熟ってわけでもないんだよ。もうトロトロだったらうめえんだよ。かゆいよ。ああ体がかゆいよ。どうしてくれるんだよ。かゆいね。かゆいね。そうだね。そうだね。俺はもう適当よ。俺はこいつの金玉よ。てなわけで、はじまきょうしろうです。はじまきょうしろうです。あ、ほんと喋ることねえわ。なんもねえんだ。喋ることなんもないってご存知でしたか。Yeah. Check it out. いやー、マジでやることないね。かゆい。うわー、後頭部かゆい。かゆいけど、出来物がめちゃくちゃできてるから。痛えのよ。痛い痛い痛い。確認が食えるぞ。美味しい確認であってくれー。暇だから魔法刀の動画見ようかなと思ったけど別にいいや。魔法刀ほほぼぼぼぼぼぼぼ。
わ、気かゆい。まあ、マジで喋ることねえわ。スマホ見たって喋ることないんだね。だったらスマホで撮った方がいいわ。喋ることに集中できるし。まあでもニュースしょうもねえもんな。見てみたけど。どうでもいいもんばっかだしな。あ、体かゆくてたまらん。たまらんねえ。体かゆくてたまらんねえ。風呂入んなきゃ。デートマパンソーラ。デートマパンソーラ。デートマパンソーラパンテラ。なんかやることねえな。進撃の巨人も俺めちゃくちゃ無料で見ちゃったな、適当に。そしたら面白かった。何が起きてるのかよくわかんねえけど。単純にさ、面白い作品って何巻も続いてるから金かかるんだよ。ああ、でも俺幽遊白書見たいな、次お金入ったら。ああ、俺次金手に入ったら何買おうかな、幽遊白書か。すごい汗出てない、テカって。あ、拭いてもテカってるわ。関係なかった。別に俺のおでこが鏡だっただけだ。わ、めっちゃ、あー、俺白くない？面白。うまっ。うまいね。うまいね。お水おいしいね。大しておいしくねえな、レモンが強すぎて。他レモンもうちょっと入れるの、ほんのちょっとだけにしよう。レモン中毒のやつさ。入れて。え、中毒じゃないの。水があんま美味しくないから。臭みをレモンで消してるわけ。あれ忘れたわ。ミートテンダーライザーみたいなやつで。豚バラ肉柔らかくするの忘れた。ちょっと初めてで緊張しててさ。作らなきゃって気持ちが強すぎて。ちょっとね、やっちましたわ。ビヒビル。
何しようかな、マジで。やることねえわ。喋ることってないね。くそ。悔しいな。めちゃくちゃ悔しくなってきた。まあ、ええか。じゃあ、こんくらいで。喋ることないとダメなのかな。でもやっぱ、うん。でも、もっとなんか、喋りたいことがあった時に喋るわ。くそー。喋りたいんだけどな。ガチで喋ることないな。あ、漫画の話でもするか。あ、漫画の話か。なんだろうな。ねえわ、漫画の話。あるか、ワンピース面白いな。早くワンピース読みたいな。今日が土曜日でしょ。で、土曜日でしょ。で、今日寝るじゃん。まあ、今日寝て、まあ、日曜日になるじゃん。で、日曜日になって寝て、3、4回、あと4回くらい寝ればいいんだよ。寝て、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 4回寝ればあとね、4回も寝るんですよ。あと4回寝れば、ワンピースだ。いやー、ほんとにね、ワンピース俺ほんとに大好き。いやー、その、前の週もワンピース乗ってなかったのはがっかりだけど、やっぱ今さ、マジで面白いやつら多いから、ありがたいよ。新連載は、アンデッド・アンラックは、まあでも、まあ、まあ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 ってところかな。別に。うん、まあ面白いけどね。確かに、今新連載してる中だったら面白いな。御霊セキュリティはあんまりいいんだな、別に。みんなはなんか評価してるっぽいけど。まあでも別にいいか、あれがあっても。ゾビロはちょっといてほしいもんな。夜桜さんもね、うん、引き伸ばすんかいそこでってなっちゃったけど、うん、打ち切りが決まっちゃったのかな、夜桜さん。いやでもチェンソーマンと呪術廻戦とかアクタージュとかマジで熱いのよ。面白い漫画っていうの、面白ければいいから俺にとって。別にもういいのよ。面白かったら何やってもいい。いいのよ。丸太出して、死が丸太出してもいいのよ。うん。ヒロアカも今面白いしな。うん。普通にミルコめちゃくちゃ強いな。喋ることないな、ジャンプ。面白いんだけどな。あ、まあ、サムライエイトか。サムライエイト、次週どうなんだろうな、別に。どうなってもいいけど。一応、意外にどうなるんだっていう気にはなるね。うん。むちゃくちゃだけど、やってることは。うん。気にはなるっちゃなる。確かに。普通の打ち切り漫画より気になるっちゃ気になるのかな。マッシュルと魔女リビト、魔女リビトに比べたらな、魔女の守り人、略して魔女リビトに比べたら、マッシュルも別にって感じだな。魔女リビトが一番きついかもな、あれが。なんかでもそういうのあるよな、絶対。なんか
初なんかあれそういうのっていうのはサムライエイトがやばかったから、その悪さあんま見せないようにって感じでやっぱ結構つまんねえの出してんのかなっていうのはある。俺はでも俺それやったらマジで推し名だと思うのよ。でも単でもそれはないと思う。ただのあんま面白くない新連載だと思うな別に。でもなんかさ難しいよね。あんま面白くないんだけど、てかなんか漫画家の才能ってすごい分かれない。もう連載結構続く漫画って基本的に面白くない？やっぱり続かないやつってとことん続かないよね。まあ面白かったのにって言ってた太宰とかも、でもやっぱさなんかねえやっぱ前半からそのいろいろやんなきゃダメだよね。うんマジで漫画っていうのはさ、でも難しいな。でも俺さあんまり新連載見る気ないんだよな、うん、でもアンデラはね、アンはね、まあ、アンデラはたまに結構かっこいいシーンがあるけど、漫画だとして面白いかっていうとね、まあ、アンチェンジとしてはなんかまあ納得できるっちゃできるけど、すごい気持ちいいわけじゃないからな別に、うん、でも次週どうなるかわからん。そこで決着がつくのか、うん、まあでもアンチェンジだからね、うん、それでおかしいって言うけど、確かに普通の、でもバリア系もなんか穴が開いてるみたいな、もうなんかそういうネタバレになるけどさどうだろうな。まあ難しいよね、そういうのなしっていうのは。言うんだ、呪術廻戦はめちゃくちゃ綺麗じゃない。真人を倒した時もさ、倒してないんだけど、あれ綺麗だなっていうのはなんかあるわ。やっぱりすごいんだよ、やっぱ考えてるっつうかさ、うん、やっぱ呪術廻戦すごいなあれは。だ本当にそういう感じだよね。なんかそういうなんかめんどくさいんだろうね、作者芥見ゲゲ先生とかもさ、ね、それだったらあべこべだったら一番強い攻撃が弱くなるっつっても、だったら空気抵抗とかで死んじゃうしみたいな感じで、やっぱハンターハンター好きだからみたいな。そうね、すごいね、ハンターハンターとブリーチを混ぜた感じってすごい良くない？ブリーチのかっこよさに加えてハンターハンターのそういうところみたいな、うん、いいな、めちゃくちゃいいじゃん、ね、でも面白い漫画いろいろ読んでいきたいな、なんかもうマジでいろいろ読んできたい。ああでも幽遊白書見たいな、今度見よっかな。でも徳光先生って俺才能は枯れてないと思うんだけど、単純にあの人連載スピードが遅すぎるだけなんだよな。でもうざいな。まああと20年くらいかかるかもしれないっていうなんかよくわかんない憶測だけどさ、それマジで俺嫌なんだけど、嫌だなー、それネームが10周出来上がってるっていうのもなんかちょっと気持ち悪いよな。ネームだけが10周ってめっちゃキモくない？うん、何それってなるよな。あんま作る気ないよね、ネームはもう作っといてみたいな。で別ネームってあれだもんね、構想みたいな、こんな感じでいくかに近いやつだから。いやーいいな。ハンターハンターでサムライエイト終わったらかな、サムライエイトとか鬼滅の刃終わったら結構先だな。じゃあ今年中には見れるかな。いやもう俺ハンターハンターずっと見たいよ。もうハンターハンターがなんで連載してくれないんだろうな。一番うざいよね、面白い漫画描いてさ描かない人がさ。うん、小田先生はなんだかんだ言って休んでるけどすげえもん、4週やって1週休みでもしよう。普通にさジャンプがなんかさ
怖えんだよね、システムが。みんなに週刊連載を強いるっていうかさ、合併号以外はさ休めないっていう仕組みだからさ、やばいよねそれってね、よくよく考えたら。でも休んでほしいけど救済はしてほしくないんだよねっていう、ずっと乗っててほしいんだよ俺は。すごい理屈言うけど、うん、だからなんかすごい時間を歪める技術みたいなとか、もう休息技術みたいなの欲しいよね、うん、マジで。だからもう本当にあれだね、ハンターハンターのあの人、ビスケットオリバー、ビスケ、ビスケってビスケットオリバーから取ってんのか、あれビスケだよね多分、うん。ビスケはさ、の能力はいいよね。漫画家に全部にそういうのないのかね。うん。ディープスリーパーみたいのでさ、うん。1時間でもう睡眠時間8時間分みたいなさ。寝れればいいわけだからね。って思ったけど。うん。それ以外全部やってもらえればいいしね。23時間仕事してもらえればいいし。うん。で1分そのカプセルの中にいるだけで集中力が戻るっていうのもいいね、うん、いやーでも本当に漫画家、でも毎日漫画読みたいな、新しい漫画。悠々白書欲しいな。すごすごい悠々白書が欲しい、欲しい悠々白書、悠々白書、悠々白書。は？は？いや怖い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 、うるさい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 、あ。あーとかうーとかしか、あーとかうーとか、あれ俺壊れちゃった、俺壊れちゃったそんな笑顔満々で言うなよ。あーとかうーとかしか言えない、あーとかうーしか言えない、これも結構おもろいらしい。あーとかうーとか、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 すごい唾飛ぶ。汚いねー、汚すぎるねー、汚いですよねー、汚いねー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 。どうもキチガイです、キチガイでした。いやー漫画いいな、やっぱ漫画好きだ、おら漫画大好きだ。やっぱ自分のペースで読めるってマジでいいな、本当に。本当俺漫画好きなんだよ、ワンピースマジで大好き。ワンピース好きだ。ドラゴンボールも面白いんだよな、普通に。普通にって言うとさ、俺普通にって口癖だからね別に、うん、俺はやっぱ普通にならなきゃいけないみたいにね、普通に、普通じゃ、俺が普通じゃないからすごい辛いんだっていうので、俺は普通になろうと意識してたけど、そんなに俺普通にはなれないし。てか、普通なんて存在しないし。ないんですよ、やっぱり普通って。じゃあ、全世界70億人を平均した人間を作ったのか、そういう考え方があるのかっていうと、ないじゃないですか。ま、じゃあ仮に1億3000万人いますよ。うん。
何が普通なんだって話なのよ本当に。黙れって話ですよ。まともとか普通とか、普通じゃないからやめようっていうのやめればいい。本当にやりたかったらやればいいんですよ。うん、俺は全然やれてないけどね。うん、親がうるさいんだよな。まあそれ子供だからね、うん、そういう格好はやめなさいって言われるからね。別に変な格好したことないんだけどさ。でも俺もちぐはぐなファッションとかしてみたいんだよな。俺の好きなそのもう動物の森みたいなファッションで生きていきたいな。まあでも俺の動物の森のファッションはあの日本の兜にガスマスクとかなんですけどね。うん、そういう奇抜なファッションしかしてないの俺はね。本当にそういうのしかしてねえからごめんな俺。うん、奇抜なファッションしかできないんで。いやー、集まれ動物の森楽しみ。いや本当に俺動物の森好き。すっげねん、めっちゃすっげねん、めっちゃすっげねん。すごいね、何一つとして面白くない。あはなんで面白いことって難しいねやっぱね。あー漫画読みてえな。今漫画時期かで喋ることないんだよね。うん、